皆様こんにちは、戸川雅子でございます。もう本当に、こういう青い部屋のちょっともう全く想像もしてなかったような事態に私も一時本当にもう絶望して、もうこれでもって本当に青い部屋さらばっていう感じでいたんでございますけれども、まあ本当に皆様からの本当にもう熱い、そして本当にもう熱心で、そして、温かいもうご声援と、そして、やれよ、続けてやれよっていう、そういうふうなお言葉に励まされて、そしてなんとか立ち直って一生懸命やってまいりました。そのおかげと、それから皆様方の本当にご好意で、なんとかもしかしたらなんとか続けてやっていけるかもしれない、そういうなんか一縷の望みっていうか、そういうものが出てまいりました。ですから、まあ、これから、とにかく1月、まあ、2月、まあ、3月、まあぐらいまで、まあ、ちょっといろいろと整理とかいろんなことで、まあとにかく続けることに、なるべくもう それに向かって一生懸命戦ってきたわけですから、まあ、そういうふうにしていきたいと思いますけれども、何せいろいろその残務のことがいろいろございますので、ちょっとお休みをいただくかもしれません。1月、2月、まあ、3月で、でもまた必ず再開させていただきたいと思っておりますので、強い意志を持っておりますので、青い部屋を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にもう皆様方の本当に熱いお心、本当に思いやりの深さに、もう本当に何とも日々泣いております。本当です。どうもありがとうございました。